ある日突然兄が死に、ショックで倒れた母が、お母さん、優子、四十九日ぶりに目を覚ました。こいちゃん、え、お兄ちゃん引きこもりやめたの、アルゼンチンで働いてる。ああ、間違ってなかったと思いますよ。当面の間は息子さんの事実は隠した方がいいと思います。高一から T シャツ送ってきたよ。これも嘘。 We are 高一 's friend。 これも嘘。嘘ついたでしょ。生物は送れないって言われた。オムレツは俺が食った。え、何よそれ。誕生日には日本に帰ってくるのかしらね。みんなで突然アルゼンチンに行くっていうのはどう。なんで嘘ついた。生きてる人間は気持ちの整理をつけなきゃダメだって。誰かのせいであいつは死んだんじゃない。生きてれば誰だってきっと。俺は高一が怖かった。俺はおかしくなくなってない。知りたいんだ、何でもいいんだよ。その嘘には優しさと後悔と希望がありました。あいつ生きてたんだな。鈴木家の嘘。